監督をする上で毎回もうずっと最初から言い続けてる、相手を圧倒するとか、攻撃が主軸だとか、絶対ブレないですよね。まあそういかないゲームもありますけどね、やっぱり、はい、ありますけど、でも軸はそうしていきたいし、そうしなきゃいけないのかなっていう思いではいますね、やっぱり、うん、ずっともし勝てない時期があったら、そこを変えようとか、もっと勝ちやすくいいサッカーをしようとか、そこもありますよ。こう軸はぶれないけど、自分の中ではぶれてないけど、やり方とか表現とかでそうじゃない時も実際には起こるし、でもそれはあくまでこうやっぱり一番に勝つっていうところがあって、それに一番近づける。どこでそういう考え方になった。でもいろいろあると思うんですよ。勝てばいいっていう監督さんもいるし、でももともとはそうでしたよ。勝てばいいっていう、ずっとこうそう思ってきて、でもやっぱこのチーム来てからじゃないですか、面白い選手いっぱいいるし、まあもちろん風間さんと会ったっていうのもありますし、そこで、勝つこととやっぱりこう面白さっていうんですかね、見せるものっていうか、そういうものも、非常に大事なんだなっていうところと、自分もそれの方がエネルギー出るし、なんていうの、一緒にやってる仲間も、まあ、スタッフもそうだし、はい、自分たちは勝つだけじゃない付加価値みたいなのをいろんな人に届けたいじゃないけど、やっぱり常に感動するようなものとか、やっぱりこの人たちを見に来てよかったなって思ってもらえるものを届けたいっていうのがあるんで、まあ、それがチームとしてはサッカーだし、個人個人としてはやっぱり一人一人の特徴をやっぱり見せたいっていうのはありますよね。ちょっと真面目な話を聞きすぎたんで、ちょっとせっかくなんで尾根木監督のプライベートについて聞いていいですか？ないですよ、プライベートは。でね、ちょっと質問をいくつか、もらってるのもあるんで、ちょっと先にこっち紹介していいですか？どうぞ。クラブスタッフ S さん、クラブスタッフ、はい、S さんから質問をいただきました、はい、キャンプとかでよくコーチと食事を、同じ宅で食事をされて、その後、コーヒーを飲んだりとか、スタッフ同士でね、コーチ陣とされている姿があると、でその時に戸田コーチがほとんど中心になって喋ってで尾根木監督とかが笑ってはーって聞いてるのがよくある、はい、どんな話されてるんですかって。記憶に残らないぐらいの話ですねそんな改まっていうような、でもずっと喋ってますもん、三つは。戸田コーチそんな喋るんですね。喋る喋る、三つはそうですね、彼の周りにいつも笑顔がありますよ本当に名言、はい、ちなみに尾根木監督の趣味って何なんですか？だから俺だから趣味ないですよね。毎回言いますよね。そうそう、趣味ないって。何やってる時が楽しいんですか、サッカー以外で？サッカー以外、サッカー以外です。何やってる時も楽しいっすよ俺。人と、まあ、こうやって喋ってるのもそうだし、はいはい、それこそさっき今言ってた、コーチ陣とワイワイやってんのもそうだし、家帰って、まあ、犬飼ってるんで犬ちょろっと、はい、何犬？チワワとポメラニアン、名前はドンとクック可愛い。いや俺がつけたんじゃないですよ。もともとね、あの保護犬なんですよ。なるほど、はい、その方が、はい、保護されてた方が、そうそうそう、がつけてた名前で、鬼木監督の好感度がバック上がり、なんでなんで保護犬からちゃんと迎えたんだっていう、初めてこうこんなに犬って変わるんだ、まあだから保護犬だから、まあだからまあいろいろこう辛い思いをした、そうしてたから全く表情がなくて、来た時は来た時2匹一緒に来たんですか？あ、1匹なんですよ。最初1匹来て、はい、どんの方ですか？あ、そうそう、よくわかりました、ね、噛んでいきましたでだんだんこう接するうちにどん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 元気になってくるし、あ、こういう感じなんだと思ってて、へ、で今はまあもう1匹来て、クック、そう、クックが来て、まあ、やたら吠えるんですよクックも保護犬なんですね。あ、保護犬、ここは最初から元気なんですね。クックは、いや、毛がなんていうんですかね、もう固まってる感じの、固まってるとかじゃなくて、もう毛がないですよ。なんか肌が見えちゃってて赤くなっちゃってて、かわいそう。そうだけど、今はもう毛がね、あれもなんか不思議でふさふさになってきて、もう数ヶ月したらふさふさになって、その子もなんかこう、なんていうんだろう、表情とか、はい、うん、いろ、なんか最初はずっと逃げてたけど近寄ってきたりとか、なんか面白いなと思って、なんかそういう
分かんない信頼関係なのか分かんないけど、でもそうやって心許していくと、あ、こういう風になるんだっていうのはちょっとびっくりした。このワンちゃんに関してもう一問ちょっと質問していいですか？はいはい、あ、どうぞ。脇坂泰人選手という選手をご存知ですよね、うん、はい脇坂選手からの質問です、はいはい、この前焼肉を食べていたら、うん、外を見たら鬼木監督が奥様と仲良く犬の散歩をされていました。声はかけていません。そんなシーンはそれが唯一鬼木監督のプライベートを垣間見た一瞬ですと。すごく仲良さそうだったんですが、奥様との仲良しの秘訣を教えてくださいってことです。でもやっぱあれじゃないですか、真面目な話、感謝じゃないですか。感謝すること恥ずかしいねよく真顔で言いましたねいやだってでもすごく大事なことじゃないですか。はい、え、感謝ってどうやって伝えるんですか？いやだから何でも、まあ、何かあればありがとうとは言いますよ、やっぱり。例えばご飯を出したら、はい、いやありがとう、いただきますって言うじゃないし、はい、うん、いや基本はだからまあお礼じゃないけど、うん、いります、ここいりますよいやすごく大事な話です、まあ、何でもやっぱり感謝を表すってこと、うん、何かしてもらったらお礼を言う、まあうん、まあそれは必要じゃないですか。何その顔ありがとうございます私も仲の良いサポーターで鬼木監督のファンの方にも聞いたんですけど、髪型に何かこだわりあるんですか？は特別はないです、うん、最初行ってたところでアシスタントっていうのかな、うん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 、まだ髪の毛切れない、あ、はい、うん、シャンプーとかされるとか、ね、そうで彼がこう独り立ちしてお店を持って、で最初行ってたところから今度はそこに、今はだからずっとその人ですね。裏切らないんですね。いや裏切らないっていうかまあもちろんね、タイミングでこうパッてねやってくれるし、相性も合うっていうか、うん、会話がやっぱり、うん、合うっすね、その、うん、髪型もですけど、ヒゲちょっと短くなりましたよね。何が？あー、はい、ACL の ACL の前よりちょっと、あ、いやだから言ったじゃないですか、 ACL だって。あ、伸ばし続けるじゃなくて、うん、そうそうそう、 ACL 用にしただけであって、説明すると、あの鬼木監督がひげを伸ばしてる理由は、急に伸ばされたんでどうしたんですかって囲めて聞いたら、中東のチームとやるときに日本人は若く見えるし、何でしたっけ、見られがちだから、見られがちだし、ひげがあった方がちょっとこう圧力をかけられるみたいなちょっと大人っぽいかなっていうことを違うんですよそういう話を聞いたんですよ俺は、はい、昔にね、昔に聞いて、はい、でも試合ないじゃないですか、うん、そことは、はい、でもよくよく考えたら審判はそっちなんですよ、中東の方ですよね、はあ、そう、はあ、だから、あ、じゃあそういうことかと、あ、これもありなのかと、そういうことか、そう審判の中東の方にちょっとでも大人っぽく見てもらうためちっちゃなね、いや大丈夫、ただでさえこう、まあ、こういう格好だし、はい、まあ、監督っぽくないじゃないですか、言っちゃうと分かんないでしょ、まあ、スーツ着てないし、まあ、中東の方から見たら誰だっていう感じだし、ヒゲでどうこうじゃないけど、はい、ヒゲのやつは前出てきてんなぐらいの感じでいいんだけどまあそんな感じです。あとちょっともう一個で聞いていいですか、はい、マネージャー K さんから聞いた話なんですけど、一度焼肉に連れて行っていただいたことがあると、うんうん、はい、で焼肉を食べました。で2軒目ちょっとだけ行こうか、まあ、お茶なり何でもいいけど、うん、じゃあそのマネージャー K さんが寿司を食べたいです、うん、じゃあ鬼木監督が、あ、寿司食べたいんだったらじゃあ行こうかって言って、はい、お寿司に連れてってくれた。行きましたね、はい、優しくないですか。何でもいいって言われるよりも、うん、そうやって言われて、なんかそれだったらなんかそれに応えたいって思うじゃないですか。焼肉食べたいって言われて連れてってあげたいっていうのはなんか分かるんですよ、うん、人として、はい、その後でもう一軒行こう、お寿司がいいですって言われても何のなんかええとかもなく、うん、じゃあ行こうか、うん、なんかだってそれで嬉しいわけじゃないですか、はい、あ、その人がね、そう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 、はい、で一緒に食べたんでしょ、寿司。そうそう、俺も食ってるし俺も食ってるしいやだから優しいなと思いました、うんうん、めちゃくちゃ面倒見がいい、ね、いやそんなことないですよ、うん、いいように言ってくれてんじゃないですか彼が、うん、ストレス発散とかってストレスありますよね、もちろんね。いやだからね、うん、そこが意外と自分の中ではないんじゃないかなと思ってるんですよ。
よくインタビューで言ってるじゃないですか、うんうん、答えられてるんでストレスあんまり感じないとか、うんうん、本当ですか。こういうサッカーのストレスはそんなないかもしれないです。監督って意外といろんな違うことが多いんですよ、やらなきゃいけないことが、はい、その時には多少なりともありますけど、じゃあそれがなんか全部ストレスかっていうと別にそうでもなくて、すごくいい試合してたのに敗れてしまった、うんうん、これってすごいストレスだろうなと思うんですけど、ストレスとはまた違うかな。なんかまあ悔しいですよ、うん、悔しいけど勝負事だからもうそれは、うん、調子良くても勝てない時もあるし、うん、調子悪くても勝てる時もあるし、だから結果に対してはもう仕方ないっていうのがあるかもしれないですね。その日はめちゃめちゃやっぱ悔しいですよ、うん、正直もう終わった直後にああもっとこうやっとできたとか、うん、やらよかったとかっていうのはあるけど、もうそれはもう終わったことだから、うん、もう次に生かすしかないんで、うん、っていう感じですかね。試合の後めっちゃ怖い顔の時あるじゃないですか。そうなんですね、すいませんね。でももうすごいやっぱり普段がこう柔らかいだけに、うん、すごく分かりやすく悔しい顔されて、そのまま轟を変えるミックスゾーンでも厳しいまま出ていかれるんですよ、うんうんうん、私あの後どのタイミングで切り替えるのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、最後ちょろっとこうスタッフと喋ってから帰るんですけど、そのタイミングぐらいには切り替えようとしてますね。まあどんだけ悪くても次の日は来るから、それに準備するのは必要かなと思いますけどね。それはもう監督になられてからずっとそういうふうにできましたか。監督になってからの方がそういうふうになったんですね、切り替えるの。あ、そうですか、うん、選手の時はむしろ本当に次の日笑ってる選手いたらムカついてましたからね。 鬼が出ましたそこで。あ、もうなんで昨日こんなゲームでって思ってたけど、監督になってからはもう逆にもう切り替えてきてくれた方が、あ、切り替えてきたなっていう、そこでなんかね雰囲気が暗い方が、はい、うん、なんか違うかなって思うようになりましたね。すごい、どうしてそういう変わったんだろう、うん、いや一緒、もう根本は変わんないですよ。だから次勝ちたいから、そのためにはそれが必要だと思ってるんで、うん、もちろんこう悔しさは大事ですけど、そこのパワーより次に向かう、まあそれをパワーに変えられる選手はそれでもいいのかもしれないけど、でもチームとしては、うん、引きずってほしくないところでもあるんで。すごい今のはなんかと思いました。たまに真面目な顔するからね。いやだってその選手の時とか、やっぱ次の日笑ってる選手にムカついたっていうのは、なんかそれは分かるんですよ、めちゃくちゃ。でもそう思ってた人が真逆のことになってるわけでしょ。そうですよ、だからそれは自分でも不思議ですよ。不思議だけど、でもまあ勝つためにはそう思ってんだよな自分はって思いますからね。そっちが必要だっていうふうなことに気づいたんですね。思ってるから、はい、これから先戦っていく上でそうじゃないっていうふうに思う時がもしかしたらあんのかもしれないけど、そしたらそうするんじゃないですか、厳しくするんじゃないですか。今はそうは思わないっていうか、勝ってきてるっていう、もしかしたらそれは自信なのかもしれないし、そうさせていくことが必要だと思ってるからなのかもしれない。最後にじゃあこれ教えてください、はい、監督の面白さと、うん、でこっから先監督として何をこう示していきたいかとか、うん、何かこう成し遂げたいこととか思ってらっしゃったら教えてください、うん、いややっぱり面白いのはやっぱ選手が成長するところ、うん、まあ苦しんでても、うん、ああ最後来たなっていう風なのもあるし、こんだけ調子良かったのに結構苦しむんだなっていう、でもそこからこうなんだろう、頑張ってる姿っていうものはね、がこう最後こう花開いていくとやっぱり喜びもあるし、こう自分たちでまあ面白いものを作り上げるっていうか、それが最終的にサポーターの方にどんだけ喜んでもらえるかっていうところだと思うんですよね。自分たちはやっぱそういうものがないと、こういろんなこう熱量も上げていけないじゃないですか、うん、そこの熱量を上げるためにやっぱ自分たちがこの姿勢で示していかなきゃいけないし、準備を怠らないことと姿勢、はい、それでダメだったらもうやっぱりもうしょうがないってなるんで、これだけやってダメだったらもうしょうがないし、うん、まあ、ごめんなさいっていう。いやそうなんですよ、うん、そこにはだから後悔がないっていうか、後悔したくないっていうか、ただそこは突き詰めたい、そういうものを見せて
そう、それ、まあ、もちろんその部分って見えないところじゃないですか、うん、まあ、いろんな人には、うんうん、いやでも感じるものですよね、多分ね。そうだから、まあ、はい、でもそういうふうに感じてもらえるかどうかっていうのは結局自分らの姿勢なので、うんうん、まあ、だからそういうものは、うん、選手はいつもそういうものを見せようとはしてくれてるかなと思いますけどね、うん、そうか、うん、真面目な話になっちゃったじゃないですか。だって最後はやっぱり真面目な方がいいじゃないですか。いや、いいんですよ、俺は真面目じゃなくて。じゃあなんか面白いギャグでもやってくれますか。どんな展開よ。いやでも本当いろんな話聞けて、これからの鬼木監督、うん、楽しみにしてます。じゃあひげもじゃあ次 ACL までにまた伸ばすってことですね、要するに。まあ、もうだ、そうやって言うとなんか伸ばさなきゃいけなくなるから、基本は剃らなくていいんだったら、はい、剃らなくてもいいかなと思ってるんですよ。こう、めんどくさいし、肌弱いし。これまた横でこんな風に話してくれますか。はい、ありがとうございます。はい、好き好きフロンターレ。監督されるときに本当はスーツが着たかったんですよね。1年目はなんでなんですか。急になんか監督っていう名前だけでスーツっていうのなのかなと思って。2年目スーツを着れなかったのはどうしてでしたっけ。優勝して。1年目で、ね、そう、1年目で優勝して、これ優勝してきたらちょっと調子乗ってるなってなるから、なるかなと思ってやめて、じゃあその次の年だと思ったら、はい、もう一回帰ったから。もう着れない。